もらった。してみようぜ。お、反応がないな。留守か？アルハイゼン、聞こえるか？家にいるのか？ちょっと手伝ってほしいことがあるんだ。あなたたちだったのか。神戸、家にいたんだな。とにかく入ってよ。今ドアを開ける。ノックしても返事がなかったから、家に誰もいないのかと思ったぞ。仕方ないんだ。もし僕がノコノコとドアを開けたりして、来たのがアルハイゼンを探しに来た教令員の人だったら、ここに住んでるってことがバレてしまうだろう。このことになるとやけに慎重だな。じゃあもしアルハイゼンを探しに来た人がいて、お前もたまたま家にいたらどうするんだ。自分の部屋にいるだけさ。それに家に来てまでアルハイゼンを探すやつなんかいない。そんな無駄なことをする人はそういないからな。そっか。アルハイゼンがどこに行ったか知らないか？あいつがか？知るか。好きなところに行ってればいいさ。喧嘩なんかじゃない。あいつ口が過ぎるんだ。第2ラウンドで起きたことについてあいつと話してたんだ。最後僕がくじを引き当てただろ。いい人間にはいい運が回ってくるって証明だ。今の僕は絶好調についているのさ。そしたらあいつ、これを聞いた時のあいつの反応を、あなたたちはきっと想像もできないだろうね。あいつはこう言ったんだ。いつも自分の方が先輩だと強調するくせに、問題の対処をする際には先輩としてあるべき姿勢が見受けられない。なら、その先輩というプライドには何の意味がある？先輩のあるべき姿勢ってなんだよ。先輩は先輩だろ。それに、あいつはこんなことも言った。君はもう少しよく考えた方がいい。なぜどのラウンドでも運試しをする？その年まで生きて自分の最大のピンチに見向きもしないとは信じられないな。だってさ。確かにアルハイゼンの言いそうなことだな。もう我慢できない。今回だけじゃないんだ。前回も前々回もこんな調子だった。あいつとの会話は本当にイライラするよ。どうせ僕たち互いのことが気に食わないんだ。なるべく早くここから出ていくよ。今荷造りしてるところなんだ。あいつのために物を片付けたり掃除したりする人なんてもういない。壁の絵も持っていく。今後アルハイゼンは感性なんてものとは全く無縁な場所で住むことだな。ちょっと待てよ、引っ越すのか？試合ってまだ終わってないんじゃないのか？どこにそんな金あったんだよ。今はもちろんないさ。だからとりあえず荷物を片付けて前もって準備をするだけだ。新居の目星はついている。賞金を手に入れたらすぐにそれを買うんだ。それで片付けた荷物を運び込んだらせいぜい3日あればここを離れられる。この目標を実現するために僕は決めた。たとえ第3ラウンドで何が起こっても全力を尽くして優勝を手にするから見ていてくれ。おう、応援してるぞ。けど本当に大丈夫なのか？ん？僕の何が？レイラがオイラたちにお前は時々自己矛盾に陥ってるって言ったんだ。どういう意味だ？あなたたちも僕の性格に問題があるって思ってるってことかい？そうは言ってないぞ。でも考えてみろ、賞金を手に入れるって言ったのはお前だし、
ファルザンからのポイントをやるって提案を断ったのもお前、コサックギツネを放っておけなかったのもお前だった。待てよ、そんなのは全部普通のことじゃないか。理由だって前に言ったはずだろ。そうしないと負い目を感じるんだって。どこが矛盾してるって言うんだ。突然そう聞かれると、そうだな、なんでだろう。多分僕の性格なのかもしれない。そうしないで万が一悪い結果を呼ぶ羽目になったら、僕も責任逃れはできないし。でもそんなことばっか考えてると生きるのが大変だぞ。それにお前がしたことって全部危険がないわけでもないだろ、例えば砂漠で気絶したりとか。本当にそれでいいのか。簡単には説明できないんだ。いや、僕のことはとりあえず一旦置いとこう。アルハイゼンに何の用だ。サーチェン、最近あいつがそんな名前を口にしたのを聞いた気がするな。その時あいつは資料を一部持って帰ってきてたんだ。ブツブツ言いながら紙に何か書いたりしてた。僕に暇だったら目を通すように言ってきたけど、読まなかったんだよな。ちょっと待ってくれ、どこにあるか探してみる。これだ、どうぞ。ねえ、本当にいいのか。何が。あいつが僕のところからビールを持っていくときは随分慣れてる様子だったけどね。遠慮なんてものは全くなかったよ。それにあいつから見ないかって聞いてきたくらいだ。僕はあの時必要ないと思ったけど、あいつはそのまま横に置いてった。あいつの習慣からすると片付けてない資料は読んでいいっていうことさ。気にする必要はない。そうか、だったら安心だな。サーチェンの資料に何が書いてあるか見てみようぜ。